あのインディアンは1938年の、スポーツスカート、いろいろやってあって、実際もあのレースとかにも出させてもらったりとかしてる車両なんですけど、インディアンって難しいよね。インディアンのなんていうんですか、情報量とかコミュニティがあんまりないんで、自分にはね、すごく難しいなっていう感じがあります。ただ面白い、あのね、むちゃくちゃ軽いで、もういわゆるあれ純正スタイルではないんで、どっちかというとこうレーシーな感じをイメージしてたりとか、まあいわゆるチョッパーかなって自分の中では思ってる車両です。サイドバルブチョッパー、あのね車両が来たのがもう2年くらい経ってくるんですけど、その前のオーナーさんがすごい方で、古くからずっとヴィンテージをあの乗られてる方で、ナックルも乗ってたし、いろいろ乗り継いでる方なんですよ。でその人から、僕のところに来たんですけど、コロナがまだ盛んだった時にちょっとした縁で、あの鈴木さんって方からあのエルカミーノを購入して、でそのエルカミーノを僕が乗ってたら、そのエルカミーノ乗りたいって言われて、で現金ではなくて、その時その人が持ってたスポーツスカウトとエルカミーノをトレードといういきさつになって、僕のとこにインディアンが、そのスポーツスカウトが来ました。であの状態は全然ダメでしたね正直。ミッションのケースがあのクラック入ってて、クラック修理したとは聞いたんですけど、クラックが入ってやっぱりミッションオイルが漏れてる、まあ、それが一番でかい損傷だったかなって感じですね、来た時は。で、代わりに、ケースが全然あのクラックとかも入ってないケースを持ってたんで、それもつけてもらって、で中身のギアとかも山がもう減ってたりとかしたんで、でその辺は宇都宮のクリームモーターサイクルさんにお願いして、中のあのギアとかも全部新品というか今のアサパーズでやり直ししてもらって、で組み直しして、でレースの方に出ていくっていう形になったんですけど、まあまあ大変でしたよ。もうその時点でやっぱ何十万ってかかってますし、発電もジェネレーターの方新しくつけたりとか、まあまあ高かったんで、っていう感じで今あの街乗りにも行けるポテンシャルまで僕が仕上げました。はい。部品点数はどうなんだろう、分かんないけど、
さほど差はないような気がしますね。構造はまあ基本一緒じゃないですか。設計自体は多分同じなんで。ただでも、あの WL をお願いしてるナチュラルスチールワークスのヒデさん曰く、また別物だってやっぱり言ってます。なんでインディアンはやっぱインディアンが得意とされてるお店さんでもいいのかなとも思うし、うーん、だレースは今回サンビーチの方でサンドフラッツのレース出たんですけど、めちゃくちゃ面白かったんですよ。あの結果ね、面白かったし走れてよかったなっていう感じで、1回戦1回負けたんだけど、くじ運の問題もあって、で敗者復活で決勝トーナメントまで行って1回戦突破してっていう形になったんですよ。ただいやー、やっぱりもう限界値はもう見えてるんで、勝てない、やっぱどうしても勝てない部分って出てくるから、そこがもし対策取れるんだったら次のレースとかも出たいなとは思ってます。ただどうせ負け試合するんだなってなっちゃうんだったら、まあでも参加型って考えれば出てもいいんだけど、どうしても勝ちたくなるでしょ。なんでそこは一旦考えたいですね。要するに仕様の部分で、あれスプールハブ入ってフロントはブレーキレースになってるんですよ。だから街乗りにはすごく適してはないなっていうのはあるし、危険性はあるし、ただ安全面を考えながら運転はしてるんで、だそれが慣れればね、なんてことないんですけど、やっぱり急なねブレーキとかになると危ないんですよ本当に。まあその辺がちょっとこう街乗りにはどうなのかなっていう。で逆にレースの時には、あの僕フロントブレーキつけた仕様でレース出てるんで、これ逆の方がいいんじゃないかなっていうちょっと気はしてます。ちょっとねタイヤの都合上どうしてもそうなっちゃってるだけで、だタイヤの種類が違うんで、そのオフロードを走るタイヤがそっちについちゃってて、でそういう絡みでそうなっちゃってるんですけど、セットアップはでも18インチ前後でもいいし、18インチとフロント19でスプルハブすげえかっこいいなっていう感じですかね。まあだから気をつけて運転してって感じ。サクサクって感じかもしれない。なんかね体感的にはWLより速いような気がします。どれぐらいチューニングしてるかっていうのは一旦抜きで、ある程度ストックベースで考えた時に走ったらインディアンの方が速いのかなっていう感覚はありますよ。
車両の軽さも関係してるし、回るなっていう感じですね。WLも WL のが少しやぼったんや、やぼったさがある感じ、のそっとした感じはあると思います。インディアンはインディアンの僕がコミュニティにもし属してたらインディアンに行ってる可能性は全然ある。チーフだろうがスカウトだろうがね、お願いするそのメカニックさんの問題もあるし、でもどうなんだろうな、インディアンもなんかよく見ていくとすごい造形かっこいいし、最初なんかんっていう部分はあったんですけど、かっこいいじゃないですか。まあ、現代のインディアンはちょっとよくわかんないですけど、ヴィンテージはねかっこいいんだよね。その自分が車体から降りて車体を見た時に、うわなんか一瞬思うんだよね、なんかすげえかっこいいなっていう、すげえかっこいい、何これって一瞬思う時わかります。乗ってる時間はさ自分で見えてないからそんなにね、上からとこのフロント周りしか、だから忘れてんだけど降りて乗り込む時にうわかっこよって思っちゃうんだよね。ただでもかといってオリジナルのパーツも多少持ってるんですけど、オリジナル度が高い仕様ではないんで、まあ大体のところはこうオリジナルもちろん抑えてはいるんですけど、オリジナルをそのちょっと流用して使うとかっていう形、レーサーとチョッパーのなんかとミックスみたいな感じかなと思うんですけど、そうなんですよ。ハンドルも別にあれあえて作っちゃってるし、まあ似たような感じには作ってるんですけどね、インナースロットルではなくて外引きにして、まあ、あのインナーのハンドルも持ってるんですけど、あえてちょっとこうもうちょっとレースにあの振った形にしてます。あ、金額で折り合いつけばインディアン別に出してもいいかなとは思ってます。ホーセール、そうっすね、ホーセールっていうあれでもないですけど、でもあの別になんか本当にオファーが来れば全然出してもいいかなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。Run!